火星のティトニウムカズマのドイツマルクを3次元表示した画像数値標高モデルやティンで表現することができる。ドイツマルクは通常リモートセンシング技術を用いて作成されるが測量によって作成されることもある。ドイツマルクは地理情報システムで使われることが多く、コンピュータ上で立体地図を作成する際の基礎データとして最もよく使われる。ドイツマルクの作成には 様々な方法があるが、直接測量するよりも、リモートセンシングによって、データ採取されることがほとんどである。中でも、最も強力な技術として、干渉合成開口レーダーによるドイツマルクの生成がある。一辺 10km、約 10m の分解能で、数値標高地図を生成するためには、レーダー衛星が2回通過する必要がある。そのうち1回は、地表面の画像も採取する。 以前は、ドイツマルクを生成するのに、地表を直接測量した数値投稿線地図からの保管をする方法が取られていた。この方法は、干渉計測法では十分な結果が得られない。山岳地帯などでは、まだ用いられている。なお、投稿線データや標本された標高データの集まりは、ドイツマルクではないが、DTM とみなすことはできる。ドイツマルクであれば、 対象となる地域のあらゆる場所について、まんべんなく、標高データが利用可能であることを意味する。ドイツマルクの品質は、各ピクセルの標高が、どの程度正確かと、どの程度正確にその形態が提示されているかによる。ドイツマルクからの派生物の品質については、以下に挙げる要素が重要な役割を果たす。ドイツマルクの一般的な用途は、以下の通り、数値標高モデルなどとも呼ばれるわ。 一般に、植生や建築物、橋などを含めた地球の表面を表現する。ドイツマルクは、通常、写真測定やライター、干渉合成開口レーダー、測量などの技術によって得られた未加工のデータセットから構成される。一方、数値地形モデルは、植生や建築物など取り除いた地表そのもののモデルであり、従って、ドイツマルクのデータに後処理を加えたものだと言える。 すなわち DTM はいわゆる裸の地球のモデルなのである。ドイツマルクが景観や都市のモデリング、可視化のアプリケーションなどに有効であるのに対して DTM は洪水や排水のモデリング、土地利用の研究、地質学上のアプリケーション等々において必要とされる。全世界を網羅した GTOPO30 と呼ばれるフリーのドイツマルクが入手可能であるが、 品質はまちまちで一部の地域は非常に質が悪いシャトルレーダートポグラフィミッションから得られたドイツマルクの品質はこれと比べて大変高くほとんどすべての地域の3秒間隔の標高データをフリーで入手可能である1秒間隔のデータも開発されているがアメリカ合衆国の領土のみが公開されている両データセットに共通する制限としてはいずれも 陸地部分しかカバーしていないという点が挙げられる。また、SRTM は国地方はカバーしておらず、山岳や砂漠にはデータに抜けがある地域もある。海底の標高のデータは、船を使った水深測量によって生成される。SRTM30 プラスデータセットは、GTOPO30 と SRTM 海底標高データを合成することで、完全に 全世界を網羅した標高モデルを作成することを目指したものである。最もよく使われるグリッドは50から500メートルのものである。例えば重力測定においては、基本となるグリッドは50メートルであるが、5から10キロメートルの距離になるとグリッドは100から500メートルになる。多くの国の地図作成機関が独自にドイツマルクを開発しており、しばしば蒸気のフリーのドイツマルクよりも高い。 分解能と品質を誇っているが、それらは大抵優勝であり、しかも一部の公的機関や大企業以外には入手できないほど高価である場合がほとんどである。フリーのドイツマルクには火星版もある。マーツグローバルサーベイヤーのモラによって得られたメグドアと NASA の火星数値地形モデルがそれである。アメリカ地質調査所は7.5分地形図をもとにしたアメリカ合衆国ハワイ。 プエルトリコという隣接する地域のシームレスなドイツマルクであるナショナルエレベーションダタセットを作成している。ありがとうございます。